掲載版の式についてフェルマータの部分の扱いだけ説明しておきます。先ほどの動画では
音源に合わせて振ったので悲しみの向こう側にのところは悲しみの向こう側3、4、1、2、はい花は花はのようにカウントしたんですけれども、まあ、これはあくまで音源に合わせるためのカウントの扱いですので、できれば実際振るときには悲しみの向こう側に、はい花は花はのようにこう拍をカウントするというよりはフルマータを伸ばして、はい花は花はのように振った方が、あるいは呼吸を揃えた方が、まあ、雰囲気感はいいんじゃないかなと思います。ただなかなか初心者でこうやってどうやるんだっけというふうにこう迷いそうな場合は1、2、3、4、1、2、はい花は花はのように、まあ、数字処理した方がこう安心感があって振る方も歌う方も安心してカウントが取れるような場合もありますので、自分の余裕と相談しながらカウントの仕方、振り方、呼吸の揃え方をできれば合唱団と一緒に検討してください。最後のフェルマータですが、これも先ほどは1、2、3、4みたいにこうカウントしながらフルマータのところを振ったんですけれども、これもカウントするよりはダンダンウーのようにこうノーカウントで、はい響かせてここまでってやった方がもう会場の集中力も変わってくるんですね。こう1、2、3、4って振るとこう終わりも見えちゃうもんですから、どこで終わるかって予想できちゃうんですけれども、こうやってはいここまでってやるとこう終わりのところの集中力変わってくるんですよね。まあ、そうすると拍手の大きさも変わりますから、まあ慣れないうちはカウントしてもいいんですけれども、できれば響かせてみたいなこう間合いを楽しむようなことができれば言うことなしなんじゃないかなと思います。はい、しみじみとした曲なんですけれども、あまりこう図形がちまちましないようにこう幅広い感覚を持ちながらこうゆったりとしたというか優しい音楽作りができるといいかなと思います。はい、以上でございます。ありがとうございました。さよなら、また会いましょう。どうも。1、2、3、4、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 1、